何なんだ。軌道の状態が悪すぎて車が暴れる。しかも向こうはまだ本気じゃない。遊んでる。そっちはこのコースを知らない。一本目から全開じゃフェアじゃねえからな。バカにして遊んでるわけじゃないぜ。本当のバトルは2本目から始まるんだ。戻ってきた。誰が並べてんのかな。さて、余裕の後追いだな。見せてもらうぜ。人保戦で負けなしと言われた実力の片鱗をな。そう、こんなコースじゃいくら無理して攻めても後ろの2800をちぎれる気がしない。とにかくこっちが後追いになった時死ぬ気で食いついていくしかない。次に向こうが本気になった時どうなるかわかんねえけどな。なんだこれ、気のせいか乗りやすい。ビビって抑えてちゃダメなのか。開けた方がコントロールできる。よし、これならいけるかも。足回りのセッティングってやつは出力とのバランスで変わっていく。主電動機を乗せ替えてからずっとあいつが思い通りに走れないと言い続けてきたのは当然のことだ。なぜなら主電動機の本来のパワーを出さない限りマスコン操作でスライドのコントロールをすることはほとんど無理な、そういうセッティングになっていたんだ。高回転域のパワーを使ってストレートを速く走ることだけじゃない、出力を上げることによってワンランク速いレベルで曲がりのコントロールができるんだ。気づけよ匠、お前のテクがあれば今度の2戦はマジで早えぞ。北鈴ガンダイを流しっぱなしでクリアかよ。初めてここを走るやつの走りじゃねえな。2本目は高みの見物を決め込むつもりだったが、とんでもねえやつだ。峠で速いやつが一番かっこいいんだ。イケてるぜお前。しびれまくるぜ。世の中にはすげえやつがいる。負けねえぞ。タフなバトルになるぜこいつは。すげえ、ダウンヒルに入ると過激さが倍化しやがる。あんなはちゃめちゃなドリフトに見えてもラインはどんどん正確になっていくのはどういうことだ。あんなこと俺には絶対真似できない。まるで神業だ。鳥肌立つ。施設王国関西エリアで負けてないって理由は分かってきたぜ。だがお前がどんなにすごくても俺は負けないんだ。
俺のモチベーションはめちゃめちゃ高えぜ。アドレナリンドッパドパだ。本当に面白くなるのはここからだぜ。派手に行こうや。みったれた走りに変わりやがったら、ケツからドカンとやるぜ。つくづく荷重移動のうまいやつだ。条件が悪くなればなるほど、あいつの走りは逆に冴えていくような気がする。切れた方が負けだ。ここは我慢比べだぜ。地元に帰ろうと思うの。もうここには戻らない。いろいろありがとう。さようなら。振り向くのが怖い。おえー、そうか、そんなことが。金曜日の 7001？ まさか藤原はいるかな。話したいことがあるんだけど、勤務が明けたら会えないか。冷房似合うね。え、ええ、どうせ暇だから。終わったら電話をくれ。番号はこちら、24時間いつでもどうぞ。 090-7001-FC3S お電話お待ちしてます。電車で D。
なんだよ高橋涼介の話って。全然わかんねえよ。西宮北口の 92.3R を通って宝塚で折り返して、レッドサンズって態度がでかい割にマメだよな。タエリア遠征